うん、ああ、こんにちは。あれね、私頭がなくなってる。どうして、どうしてなんだろう。バイキンマン食べた。痛いわ。もうバイキンマンがかじったのかしら。痛いわ、痛いわ。さよなら。あー、しアンパンマンにやられたのだ。鉄装負けないぞ次は。あー、しはい、皆さんこんにちは。今日はじゃじゃーん、なんとアンパンマンのペロペロチョコを紹介するよ。じゃあまずは最初に紹介するのはこちら、じゃじゃん、アンパンマンペロペロチョコ、アンパンマンだよ。じゃあ、アンパンマンのこの後ろに誰か隠れてるんだよね。誰か隠れてるんだろうね。ああ、これみんな知ってるよね。ちょっとめくってみよう。目がつくもの。え、なんで分かった？もしかして、え、どっかに書いてあった？書いてないよ。正解は？じゃじゃーん、おー、名犬チーズ。出ました。答えは名犬チーズでした。みんな、すごいわ。なんで分かったの？すごいね。はい。私は見るよ。アンパンマンのペロペロチョコ。僕をたくさん食べてね。でも甘いものだから絶対に歯を磨いてね。じゃあ次は。アンパンマンペロペロチョコのドキンちゃん開けてみようか。はい、ドキンちゃんだよ。みんなドキンちゃんは大好きかな。ドキンちゃんの後ろには誰の絵が描いてあるんだろう。わかった、これタヌキみたいな。タヌキじゃない。あ、わかった。アがつくやつだね。あ、言っちゃいけないね、言っちゃいけない。みんなわかったかな。アがつくやつだよ。はい、開けてみようね。答えは、答えはじゃじゃん、答え、はい、赤ちゃんマン。はい、ちょっと反対だねこれ。はい、これだね、赤ちゃんマン。赤ちゃんマンが出てきたね。みんなさっきの影で分かったかな。はい、そしてじゃじゃん、はい、赤ちゃんマン。じゃあ、じゃあないね。ドキンちゃん。ドキンちゃんだね。はい、みんなドキンちゃんは大好きかな。じゃあ後でバイキンマンしっかり叱ったかなことね。私のアイス食べたんですもん。バイキンマンそんな怒られて分からね。バイキンマン後で覚えてなさいよ。横だとペラペラだよ。おいじゃあねー。あーしっ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 しだった。うっしっしと間違えた。あーしっしっし。じゃあもうこれでいこう今日。あーしっしっしっし。今日は俺様の番だぜ。なんでかあーしっしだぜ。そんなわけでこれは誰かな。あー、これさっきと一緒かな。よし、当ててみようみんなで。せーの、赤ちゃんマンだと思うんだけどね。開けてみよう。じゃん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 。あ、やっぱり赤ちゃんマンだった。あったり。そんなわけで、あしししししし。俺様バイキンマン。アンパンマンには負けないぞ。じゃん。ついに最後。はい、最後。赤ちゃんマン。さっきの問題に出たやつだね。じゃじゃん。あ、これは誰かな。あ、わかった。クリーム。言っちゃった。はい、みんなクリームなんだろうね。はい、開けてみよう。じゃん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 。クリームから言ってますから。ほんと、クリーム、クリーム。今回はなんだろう。なかなか開きません。開かない。ちょっと待ってて、はい、ちょっとじゃあ開けてあげよう。よし、こんな感じ。じゃ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 。答えはクリームパンダちゃん。答えはクリームパンダちゃんでした。クリームのパンダだね。みんなわかったかな。そしてチョコは赤ちゃんマン。はい、問題にね、2つも出たね。はい、みんな赤ちゃんマンは大好きかな。うん、あ、こんにちは。あれね、私頭がなくなってる。どうして、どうしてなんだろう。バイキンマン食べた。痛いわ。もうバイキンマンがかじったのかしら。痛いわ、痛いわ。さよなら。あ、しアンパンマンにやられたのだ。鉄装負けないぞ次は。あ、しじゃあ今見ているこのスマートフォンとかタブレットのこの上の方にあるこの、白い丸いやつを押すと、そうするとこういった動画たちが出てくるんだね。この動画の中から好きなのを一つ選ぶと、そうすると
動画が始まるよ。じゃあ先に行って待ってるね。もし動画がどこに行ったかわからなくなった時は、アンパンマンアニメとここに入れて検索をしてみてね。そうするとこの赤いマークのアイコンが出てくるから、ここをタッチしてみてね。そうするとたくさん動画が、楽しい動画待ってるよ。じゃあ待ってるねー。